それではインタビューを行っていきたいと思います。明治大学絆インターナショナルの前田鈴香です。私自身は小学校4年生の時に震災を経験して、遠くの復興に興味を持つようになりました。で、大学生になった時に遠くとのつながりのあるサークルを見つけ、活動したいと思い加入しました。だんだんと報道が減ってきているので、復興は進んでいると思っていたんですけど、実際に現地に行ってみると、自分が想像していたよりも完全に復興してないのだと感じました。震災から長い年月が経って、自分たちにできることはないと思っていたんですが、ボランティアという形で現地に貢献できることがあるのだと分かりました。震災は人々の記憶からだんだん薄れつつありますが、復興が思った以上に進んでいない現実もあります。また、東北にはたくさんの魅力があるので、それらを多くの方に知っていただくためにも、ぜひ一度、東北の被災地に足を運んでいただきたいと思います。以上となりありまがとす。うございます。